ターの魔法発動についてある違和感に気づいたみんなの反応集。ではどうぞ。リヒターの魔法を見てて思ったんだけどさ、こいつって魔法発動するときに杖を使うってことはないの？そもそも手のひらを地面に触れて発動するっていう発動条件だから杖が必要ないってことじゃないのか？そういうことだと思ってたし、なんなら他にも杖なしで戦ってるやついただろ。リヒターは地面に自分の魔力を流し込んで大地を操ってるっていう質量攻撃だから杖を使ってないだけでは？そもそもそれで言うならラオフェンも瞬間移動するときに杖使ってないしな、使ってないキャラ結構いるよ。リヒターが世話焼きなのってここからもうすでに片鱗は出てたのか。ほんと嫌いになれないわこいつ。リヒターさん突然魔法の講義を始める余裕っぷりも最高だけど、実は優しくておせっかいな部分が隠せてないのかわいすぎる。リヒターって結構世話焼きだよな、こいつ大好きだもん。魔法の威力がレベチすぎる。その辺の大地まとめて持ち上がってるやん。これで1級になれないのバグだろ。リヒターの魔法の威力が怪物すぎて笑う。大地の一部持ち上げてるのすごすぎ。これに全く動じていない1級の試験官2人がただものじゃないんだなって感じしてめっちゃ好き。でもなんだかんだでリヒターも関連に水の質量攻撃ぶつけられた時に防御魔法展開してるの好きだわ。めちゃくちゃわかる。物理攻撃に防御魔法はあまり効果がないって言ってるけど、ちゃんと展開して同じ状況になってるのいいよね。リヒターは試験中も試験の期間中の屋外でもめちゃくちゃ人間って感じのムーブをずっとしてくれるから好きなんだよな。ラオフェンもじいさん助けるためにってフリーレンのハッタリを聞いても頑張って出てきてたし、いいチームよね。まあラオフェンからしたら電剣死んじゃうとそもそもクリアできないからな。そう思ったら助けるのは当たり前。でも実際電剣、ラオフェン、リヒターはめちゃくちゃいいチームだと思う。杖ありかなしかで言うとリアベルもめちゃくちゃでかい杖って感じのを使ってるわけでもないしな。魔法を発動するのに杖は絶対に必要ってわけではなくなったんだろうね。というかそんな杖ありなしかなんて気になりもしなかったわ。リヒターが魔法について抗議し始めた時、世界一受けたい授業が始まったとかネットで言われてて死ぬほど笑った。世界一受けたい授業ほんまくさ、懐かしすぎるし、あの番組知らん間に終わったよな。今の子供たち知らないだろ。メガネの子も杖使わずに分身の魔法を使ったりしてたからな。それで言うと本当に杖の有無は関係ない。ラントも杖使ってないし、発動条件は本当に人それぞれなんだろうね。まああいつに関しては杖使ってるかどうかってより、本体がそもそも試験にすら来てないからな。マジで傍観だよ。魔法の殺意が高い。片方縛りプレイ中とはいえ2対1で余裕の制圧は確かな実力者。3級と2級にもなかなか超えられない壁があるよね。相手の魔法の危険性を理解していたのも実力者の証拠だね。最初から雨降ってたり、降りそうなら別の方法で勝負してただろうしね。絶対破れないはずの雨も通さない結界が突然壊れるとか想定するの無理ゲーすぎるから、やっぱフリーレンが悪いわ。この人も電剣やディアベルトと同じ2級だしな。メンタルが1級じゃないだけで魔法使いとしてはリスターぐらいじゃね。多分特権目当てで1級目指してたんだろうけど、どんな魔法目当てだったんだろう。街のなんでも屋さんっぽいのが本業で、あの強さなのおかしいと思う。街の電気屋が地元で開催してるからサスケに出るみたいなノリで、あの殺人試験を勝ち残るのむちゃくちゃヤバいよね。地元のばあさんからガキ扱いされてたから、あの様子だと代々あの店を営んでるのかもね。あの世界3級でも魔法使いとしては才能ある部類だろうに、そのラディーネが凍らせることすらできなかったからな。攻防両面を高レベルでやれる魔法だから強いよね。鳥山族に空中から攻撃されたらどう対処するのかは興味ある。虹で落ちてなきゃ3次は合格できてそうだよなこの人。二次試験負けた相手が不意打ちの前世複製体だからね。電剣が正面から挑んでも時間稼ぎぐらいって覚悟なの見ても仕方ない感あるし、戦略分析とかも的確だから次の試験だとあっさり受かる可能性も高いと思う。大
を魔力探知するのほぼ不可能っぽいのよね。あの魔力に敏感なシケレオ塔に乗っけてる時点でフリーレンがやってた魔力を限りなくゼロにする方法を身につけてるっぽいし。うわ、今気づいた。ゼンゼが魔力隠蔽得意なのさりげなく描写してるのかこれ。なんならゲナウもシテイレの目の前でティータイムにしゃれ込んでるから一級魔法使いならできるやつは結構いるのかもしれない。サンジは前線に出しても行って帰ってこれそうな奴らばっかりだし無理じゃないかな。順当に2級取って実戦経験を積んだ方がいい。2級魔法使いなんすよこの人。もっと若い頃は前線で戦闘してましたとか。実はオイサーストの友人には普通に戦力ですとか言われても不思議はない。ラディカン2人とも余裕で殺せるけど別に片方が消えればそこで失格だからって理由で片方だけ殺そうとしてるのよね。オフさんもユーベルと同じく試験や魔法での殺しは殺人だと認識してなさそうで怖い。大地に干渉する魔法だから立ってる場所がそのままのこたまで防壁、さらに広範囲の地面を持ち上げたり半端ない。ちょっと規模がおかしい。魔法あれだけの質量を操れるのは本当に現代魔法戦ではかなり強い部類だわ。地面があるところならどこでも使えるのも強い。水氷と比べると圧倒的に汎用性が高い。雪に埋もれると使えないとかあると北部に諸国じゃ厳しいかもしれないがこのオフさん下手したら普通に使えるかもしれない。水を張られると発動不能とか。みなそこの地面をイメージできないとかで土の地面をぬかるみにされて封じられたとかもありそうね。当然ゾルトラークも使えるんだろうがこの時代ゾルトラークは波動拳みたいなもんだから対人戦だと決め手にならんのやろね。エレがゾルトラークだけで負けたって聞いた。ディアベルが信じてなかったくらいだしゾルトラークに反応遅れるやつはババアかジジイだけよね。物質利用して破壊する方が簡単なだけで別に決め手にならんわけじゃないと思う。アニメや漫画の描写的にもクバール、フェルン、ゼルネンあたりのレベルまで熟達してれば防御魔法かいくぐったりぶち抜いたりして普通に決め手になる。この人、何度か1級試験に参加してるみたいだしラオフェンに対して助言してるところ普通に死者がバンバン出る。1級試験で生き残ってリトライしてるあたり優秀だわな。確かに水属性に比べるとどこでも使えるから強いな。地属性血の毛はともかく野心に満ちた魔法使いだからゼイリエ好みではありそうなのよな。ラビーネもカンネも能力が未熟だから本来水筒の一つは持ち歩くべきなのよね。あの二人は実戦経験豊富な師匠の下で修行すべき。良くも悪くも二人とも温室育ちなんだよね。温室育ちというか優しい親や兄たちに包まれていてえぐい状況に出会ったことないんだろう。てか年齢や雰囲気的に魔法学校出てすぐって感じなんじゃないか。エルニア・シタルクが実戦積みすぎてるだけでこれから実戦していく段階に見える。今回は以上になります。このチャンネルでは話題になったアニメや漫画についてのみんなの反応を紹介しています。動画制作のモチベーションになりますので興味を持った人は良ければ高評価、チャンネル登録、コメントをよろしくお願いします。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。